週刊日経トレンディ最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。はい、渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、セレナ e パワー。エンジンで発電して、その電力でモーター走行するという日産自動車の e パワーという技術、2016年11月に小型車のノートに搭載するや否や、月間販売台数でトヨタ自動車のプリウスを抜いて、2018年1月までに、月間で6回首位に立つという快進撃をもたらしました。はい、でその e パワーが今回満を持して、ミニバンのセレナ、こちらに組み込まれて3月1日にデビューしました。はい、セレナの、e パワーのポイントというのは、ノートの e パワーを、そのまま載せたっていうのではなくて、ミニバン向けに進化させたことにあるんですね。ノートと比べるとエンジン出力が 7%、 モーター出力が 25% アップしてるんですね。それにバッテリーの容量が 20% 増えていまして、あと新しくマナーモードですとか、チャージモードというのを追加しています。これどういうことかと言いますと、例えば幹線道路ではチャージモードをオンにしておいて、エンジン発電でバッテリーを充電していきます。そして住宅街のような、静かに走りたいところに入ったら、マナーモードをオンにして、バッテリーだけで走行すると、そういった使い分けが可能になるんですね。ただしね、マナーモードで走れるのは一般的な市街地でおよそ 2.7 キロまでということですから、過度の期待は禁物ですね。なるほど。ちなみにセレナといえば、普及価格帯のミニバンの中で、いち早く自動運転技術であるプロパイロットを導入した車です。この番組でも以前ご紹介しましたけれども、しかし今回はプロパイロット自体には進化はありませんで、安全面での新機能はハイビームアシストのみとなっています。一方で e パワーモデルを投入した、セレナの燃費は JC08 モードでリッター 26.2 キロに向上しているんですね。トヨタ自動車のボクシーハイブリッドのリッター 23.8 キロっていうのをしのいでるんですよね。なるほど。